ゴースト人気だよね。ね、ゴーストがね、しかもついにね、天球の再生数をぶち抜きましたよ。やっぱなんだろう、インパクトがね、あったのかもね。発表するタイミングとかもさ、結構いいタイミングだったと思ってるから。嬉しいね、こんなになんか気に入ってもらえると。もうちょっとで1000万だからね。天球ももうちょっとで1000万。だからさ、この2つが1000万再生いくと、なんとね、オリ局で3つ1000万再生の動画を持つ女になれるんですよ。嬉しい！今日もソロライブ見てありがとう。ちょっとね、近々ソロライブのね、同時視聴配信を面言でやろうと思ってるので、ぜひ見に来てほしい。でもな、もうリアルタイムで見れないライブにそんなに興味そそられないんだよなと思って、買ってない人とかがいるかもしれんと思って、ちょっとね、マジで本当にいいライブだった。本当になんかあれからね、いろんな収録で運営さん、いろんな部署の運営さんと会ったりとか、いろんな人たちに会う機会もたくさんあって、なんかエンジニアさんとかディレクションしてくださる方とか、なんかそういう人たちみんな収録前に見てくれてて、で、いやすごい良かったですってみんなね言ってくれて、いやー嬉しい。ほんでな、ソロライブに関して言うと、生バンドをするんじゃないかって期待してたんだけど、なくて、ちょっと、寂しかった、みたいな。いいライブだったんだけど、生バンドのライブを見たかった、みたいなっていうね、エゴサしたら、そういうツイートもあって、今回ね、実はあえて、生バンドやめたんですよ。最初は生バンドでやりたいですっていう風に、伝えてて、運営さんにも。で、いいですね、つって。で、生バンドする場合は、こういう感じのプラン、こういう感じのプランみたいな、まあ、いろいろ立ててもらってたんだけど、最終的になんか、成長過程というか、次の楽しみにとっておくかみたいな。今回は、そのダンスに力入れてたし、次の機会でもいいのかなってなって、で、私のそのアルバムさ、結構ダンスミュージック系も多かったから、初っ端のライブはなんか普通にやって、最初だからね、なんかバンドアレンジとかになっちゃうと思うから、ダンスミュージック系もなんか次にバンドアレンジでみたいなだった方が盛り上がるかなーって、成長過程を残すというか、次の機会を期待していいの大人ー。いや、めっちゃ言ってる今ね、大人にね、めっちゃ言ってるまあなかなかちょっとね、難しいところはあるんだけど、箱どうすんのとか、時期どうすんのとか、そもそもできんのとか、じゃどういう立て付けになんのとかね、まあ、いろいろちょっとあるから、実現できるかわかんないけど、でも実現させないとだよねっていうところがあって、個人的には。だってこんなにね、たくさんの人にライブを見ていただけて、なんか次がないのってなんか本当にもったいない気がするので、やりたい。大人ー、頼む大人ー。セカンドもサードもその次を待ってる。ありがとう。ティンティンティンティティティンティ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